あのね、マコちゃん、うん、ペンが一緒や。うわー、これは嬉しいじゃないこのペン、いいじゃない本当だ、ピンクなんやね。僕はピンクです。あ、渋い色ですね。そうそうそう。でもさ、これ本当に使いやすくないめちゃめちゃ滑らかじゃない俺ちょっとペン細い方が好きやん、ね、くだらないな、うん、くだらない話ばっかりで盛り上がってしまう節が最近僕らありません？例えばさっき、ね、うん、この収録が始まる前も、うん、桜井さんの笑い方のモノマネで楽しんでたじゃないですかこれ今桜井さん笑ったんですよね。そうですこれ今どっちが笑ったのかな、これもうさ、やめて、それもうでけへん。今日だからこの収録で何回このが聞けるかほらもう自然にでもうダメだって。ちょっと我慢してみてください。だからちょっと数分間我慢してみてください、うん、全然大丈夫でしょ。大丈夫だよ。でもこれがあのいつ出るかどうかがもう自分でも分かんなくなっちゃってるから、うん、もう怖くて笑えなくなっちゃってるんじゃない、うん、あ、ほらほらあかん、なんだそれお前。しかもちょっとコードで遊ぶ遅れてごめんなさいナイツって言わないつそこはナイツって言えよ。全部やっちゃうパターンもうネタを完璧にやっちゃうパターンあるんですか。やっちゃうパターンあるね、あるね、あるね、あるね。何してんだ、何してんだ、何してんだ、ラジオだよ。あ、それ知ってる。だから、うん、その実際に、うん、今日ジュンジュンがここ入る前にやってた会話を再現してたんです、うん、お前、おう今のは誰がやったのこれ桜井さん本当に笑えなくなるよ今日いや、なんかね、特徴を捉えて、うんうんうん、あ、ママは特徴を捉えるねって言ってくれたんです。例えば、ジュンジュンが来る時のおはようございます、おはようございます、おはようございます、めっちゃ似てるこれが似てるって話になって、おはようございます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 。あの、なんとなく挨拶なら分かるんだけど基本何言ってるか分かんないですで、すげえ似てるなと思って、で、俺なんかあるって聞いちゃったのよ。あ、ええ、ええ。今日これ、いっぱい、今日いっぱい出る。そう、だから、桜井さんはその笑い方が特徴ありますよねって言ったがもう最後だよね。うん、もう終わっちゃったよね。だね、これはもう。今日桜井さん、今日それは。ダミだ。最初は、うん、桜井さんは、うん、なんか、僕にだけね、うん、見せてくれる顔があるんですよ。うんこれはラジオで全く伝わらないなぁ。だけど、これを僕が見るまでやってくれてる顔芸、珍しいな、うん。桜井さんが顔芸するって鈴村さんにも言われたぐらい。うん、うわ今、ふふふふ。完全に往年のほぼだほぼだ。あ、わかりやすい。うん。ほぼよい、ほぼよい。ほぼ出たって。ほぼ出たって。で、それをね、うん、言ってたの。そう、桜井さん。うん、はそれをやってくれますよねってまず最初にね、うん、モノマネを、うん、でそのこの顔って、うん、マモに見せたい顔らしいの。そうだから他のどんな人に見られても、うん、マモが見るまでやめない。やめない。あープレゼント4マモフェイス超目が死んでたあの目を殺さないと、ええ、この鼻と口はできないんです。あこれを本当今笑ってんの俺だけだこうリスナーさんにね伝えられないのが本当に残念な残念ですよね。ぐらい、いや、僕嬉しいんですなんでジュンジュンやろうとしてる珍しいね、ジュンジュンの顔芸ってね、うん、まずやらないよねで、それでお茶を濁すやつをこいつは許さないタイプだもんねそう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 、うん、そういうお茶の濁し方絶対しないじゃん。しないからね、濁しませんね。濁さない。何やった自分に腹立ててんの。あ、でもやるわ。ジュンジュンも。やる？うん。しかもなんかね、え、どういう結構な本番やってる時に、うん、マモにだけなんか。マモだけやの。なんかこれやるんだよね。ああやるやる。乗ってる時だよね、なんかね。なぜかグーサインも出すんだよ。全然グー。だいたい自分のセリフ言い終わった後に後ろ向いて席に戻る時にマモと目が合ったらこう。やるわ。いや、意外とみんな顔でやっぱりね表現するというか、そうですよ。お茶も濁してるわけですよ。やるんだね。だから、うん、だから今日のラジオもですね、うん、困ったら顔に逃げようという。顔に逃げるんだ。うん、やってるやってる今。やってるやってる。
はい、もしかしたらあの誰が喋ってるのか分からないかもしれない。そうですね、あの見事なフェイクでみんな笑い方が同じですからね、うん、これ進まないやつ、これはまずいな、これ進まないやつ、マジか、もがれたもがれた、翼的なやつとか酒を用意してもらおうかな。まあ時間的にはね、そうしましょう、そうしましょう、皆さんお久しぶりです、こんにちは。これしかもこの流れでこの台本をやんなきゃいけない、やる来てるね、一回立ち戻ってみよう、 やってみようか、うんうん、皆さんお久しぶりです、こんにちは。アニメ K 草薙妻役の桜井武宏です。滑ったくない。え、これこのくだりはもうここで終わりじゃないんですね。じゃないんですよ、続くんですよ、並川さんが作った流れらしい。そうですよ、あ、もういつも来てあの人だな、もうそうなんですよ、わかりました、皆さんお久しぶりです、こんにちは。アニメ K 矢田美咲役の福山潤です。やだな、福山はやだな。悪口だよ、福山は。やばい、ドキドキする。じゃあ、僕もやって、僕もやって。ドキドキする。皆さん、お久しぶりです。こんにちは。アニメ K、伏見、猿引け役の、宮野守です。家業がなかった。ほぼ M。ほんまや。ほんまや。じゃあ、この作品が、M だったとしたら。もう M だったとしたら。タイトルがね、うん、どうなる？え、M やの。M。MM ル。もしか、もしか。M やの MM ルです。M ボマみたいになるんだよ。M やの、ムムン。ムム、あ、そうか。ムム。M が2個続くから。ムムムル。ムムムル。ムムムル。メ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 ムルでいいんですか？いいんです、メムル。俺はもう整えないぞ。もう一切。ぬぬる。今日整えないんですか？もう桜井さんが整えなかったら誰が整えるんですか？もうずっともう荒野続きですよ。そうです。どこまで立っても。歯を出し始めた。前もこれ、俺らしか悪かった。やばい、ごめんなさい。はい、僕が悪かった。この話をした僕が悪かった。うん、ちょっと、うん、もうちょっとじゃあちゃんと、ね、もうちょっとやりましょう。はい。まあ、今回この3人で、やっと名乗れましたけどもね。そうですね。お送りするということでね、はい、まさかこの3人と思いもしなかったですね、びっくりしましたよね、うん、まあ確かにまあ初めての組み合わせ、はい、ラジオで初めての組み合わせじゃないと、うん、何でこれ初めてですか、うん、でもほら僕ね、矢田ちゃんとは、うん、ミチャキーとは、まあコンビ芸的な、そうだよ ね、作品的にはね、もうちょっとなんか、もう完全抱き合わせですから、はい、抱き合わせなの、そうなの、バーター、バーターです、バーター、どっちかどっちかどっちか、でも今日で言うと赤に混じってる俺が完全にバーターだ、いやいや、出戻り系ですよ、出戻り系なんだ、一番罰が悪いやつ。そうなのよ、一応赤だったからね、うん、だから草薙さんとあんまり会話がないじゃないですか、あんまりない、ないじゃないですか、うん、でもなんとなくほんまやな、うん、ないわ、ない、うわ来た、伏見と話したことないわ、本物の京都弁が来た。ネイティブ、ネイティブ、バッキャロー、ネイティブ、バッキャロー、関西出身の俺よりも関西弁の多い人、うん、ほんまやで、ほんまやで、しかしこれなんで関西弁の欲を振られるんだろう、分からないんですよ、でも桜井さんの甘い声で、うん、関西弁だとやっぱ破壊力増すんじゃないですか、エロ関西弁ってやっぱ強いですからね、そう、エロ関西弁、エロいの、エロ関西バカパクみたいなこと、そう渋地とかってこと、そうボキャブラ出したら世代世代世代見てる人多分ボキャブラ世代じゃない、そう、うん、だからそうなんだっけ、なんだっけ、エロ、エロ関西、エロ関西、エロ関西、エロ関だよ、そう、ちょっとマイクに近づいて息を多めで、なんでやねんって言ってください、なんでやねん、あーもうちゅなんか動き出ちゃったよ、出ちゃった、うわースーパーサイジンだ、ちょっと嘘でしょ、さっきからプロンプターを見てます、我々は、カンペ、カンペを見てます、マジで、マジで、これタイトルコール、もうタイトルコール行かなきゃな、これタイトル言っちゃったらもう最後ですよ、これラジオが、始まっちゃうよ、もう僕らの雑談は聞けなくなる、もう今回は事務的に進みますからね、そうですよ、じゃあ行きますか、行きますか、はい、それではそろそろ始めましょう、